次に尾形凛太郎君、尾形君、はい、尾形凛太郎でございます、3回目のバッターたちになります。大臣よろしくお願いを申し上げます。これまで、30数時間にわたる質疑が行われまして、地元に私も帰りまして、いろんな方とそれこそ与党支持者の方ともお話をしておりますと、よくわからないと、何が議論されているかもよくわからないと。だけども憲法学者の方が何かダメだと言ってる、あれダメなんでしょうというふうに言われる機会が非常に多かったです。それは別に私が恣意的に話す方を選んだわけでも何でもなく、与党も支持者の方についても同じことを言われました。で、そういった中で私、高村副総裁が言われたことの中に非常に深刻だなと思うことがありました。憲法学者は字面ばっかりにこだわると、あたかも憲法学者は字面だけにこだわって、そんな人間の言うことを聞く必要はないんだと言わんばかりの姿勢でありました。大臣、この憲法学者は字面ばかりにこだわる、この認識を共有しておられますか。中谷防衛大臣。そんなことございません。この憲法をですね、研究をされて、見識を持たれる方のご意見でございますので、私たちはしっかりと配置をする必要がございます。ただ国会においてこの憲法をどう解釈をして、政策を作るのか、これは国会議員に与えられた責務でございまして、幅広くいろんな方々からご意見を聞いて、自分としてこう考えるんだと、いうことを固める上におきましては、いろんな方々のご意見を聞く必要があるかと思っております。尾形凛太郎君。憲法学者の人がいろいろ意見を言えば、それに対して実はばっかり追っているという声が与党から返ってくる。そして与党経験者の重鎮の方々が異論を唱えれば、それに対してもうバッジをつけてない人間だと、全く影響ないと言われると。今政権は誰のどういう異論であれば耳を傾ける余地を持っているんでしょうか。何を言おうが、いや、それはもう自分たちは知らないと、関係ないと、聞く必要ないと、影響ないと言われるけども、誰のどういう意見であればその異論に対して耳を傾けるんでしょうか。大臣。中谷防衛大臣。はい、国会での審議もそうですけれども、いろんな考え方に基づいて誠実にお答えをいたしておりますので、私も考え方が違う方々におきましても丁寧にですね、論理的に説明をするように心がけているわけでございます。尾形凛太郎君。はい、今の政権のそういう姿勢、私は国民に大きな不安を与えていると思います。何を異論を挟もうが、それに対してそれを全部排除していく、もっともっと耳を傾けていただきたいということを申し上げて、具体的な中身に入っていきたいと思います。前回も質問いたしましたけれども、順序を追って分かりやすく説明していきたいと思いますので、真摯なる答弁をお願いいたします。まず前回も質問いたしましたけれども、1996年台湾海峡で緊張事態が起こった、そして2009年北朝鮮で核実験が行われた、これらについては周辺事態だと政権は認定しませんでしたね。大臣。中谷防衛大臣。周辺事態法ができたのは98年でしたので、台湾はその前で、北朝鮮につきましては認定をしなかったということでございます。尾形凛太郎君。北朝鮮で核実験をしたことが周辺事態ではなかった、それは我が国の平和及び安定に対する重要な影響がないというふうに判断したからということでよろしいですね。大臣。中谷防衛大臣。そう、周辺事態です。はい、当時もそうですけれども、ある事態が周辺事態に該当するかどうかにつきましては、その規模とかですね、対応等を総合的に判断するものですが、北朝鮮の核実験についてはその当時の状況に照らして、それが我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態には該当しないという判断をしたということでございます。尾形凛太郎君。はい、2009年北朝鮮の核実験については、これは周辺事態に当たらないと、これ確認でありました。で、
前回も申し上げましたけども、周辺自体でないというところから存立自体までのその距離なんですけども、存立自体でないところから、周辺自体でないところから周辺自体であるというところに一つハードルがあります。そしてさらにその周辺自体の中でさらに危機の度合いが高いものとして存立危機事態というのがある。存立危機事態というのは、我が国が攻撃を受けた時との関係で照らし合わせると、存立危機事態というのは我が国が攻撃を受けた時には武力攻撃事態と同等であるということで、大臣よろしいですね。中谷防衛大臣。はい、前提がまず一つ違うんですね。この武力攻撃事態というのは我が国が攻撃を受けたというのが前提で、はい、存立事態というのは我が国と密接な他国が武力攻撃を受けたということで、その認定につきましては、武力攻撃を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことは明らかな事態ということでございます。もう一度確認ですけども、武力攻撃が生じたときというのと、存立危機事態というのは、そのスタートのところが違うけども、結果として効果のところでは同じぐらいの重要な影響が生じている事態だという理解でいいですよね、大臣、これ確認であります。中谷防衛大臣。まず異なる観点から評価をいたしますが、いずれの事態にも該当する場合は、両方の事態を認定いたしますし、現実の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような状況は、同時に武力攻撃事態にも該当することが多いということでございます。緒方林太郎君。大臣、私、そういうことを聞いておりません。武力攻撃が生じた事態というのと、存立危機事態というのは、もちろん、そのスタートのところは、我が国が攻撃を受けたときか、それとも我が国と密接な関係にある他国が攻撃を受けたときかというその違いがあるけども、その結果としての効果については、全く同等の水準のものであると、そういうことでよろしいですねと聞いてるんです。そうじゃない。中谷防衛大臣。先ほどお話ししましたけれども、その存立事態の考え方はですね、その武力攻撃が用いた武力を用いた対処を我が国がしなければ、この国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことは明らかな状況であります。緒方林太郎君。そんな難しいこと聞いてないってやめましょう。いやいやいや、そんな難しいこと聞いてないよ。やめましょう。やめましょう。さっき大きな声出してちゃんと堂々してんだから、いいじゃないよ。そうはいかないって。止めてもらえないだと思うんですよ。いいじゃん。ダメだよね、もうこんな止めたらダメだよね、本当に。はい、そっち止めてください。はい、それでは緒方林太郎君。はい、もう一度質問いたします。武力攻撃が生じた事態、武力攻撃事態の中でも切迫事態ではなくて武力攻撃が発生した事態というのと、存立危機事態というのはその損害の度合いにおいて全く同等ですよねということを聞いてるんです、大臣。
中谷防衛大臣、はい、あの同等ではございません。同等ではない。あの武力攻撃自体と存立自体はそれぞれ異なる観点で評価 から評価される概念である一方ですね、その存立自体が脅かされて国民の生命自由幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚するもので、ありますけれども、まあ、現実の安全保障環境を踏まえれば存立危機事態に該当するような状況は同時に武力攻撃事態にも該当することが多いと、まあ、考えられます。緒方林太郎君。そうするとですよ、私実はこれ一緒だという返事が返ってくることを前提に考えていたんですが、昭和47年の見解というのは外国から武力攻撃を受けた場合と書いてあって、その後に我が国の存立が脅かされ、そして、幸福追求の権利等々が根底から覆されると書いてあって、別に集団的自衛権と個別的自衛権なんか分けてないわけですよ。分けてないわけですよ。47年見解においては個別的自衛権も集団的自衛権であっても、それがどういう区分であろうが、起こった事象に対して外国からの武力攻撃が起こったことに対してこういう時があれば自衛権を行使できるとしか書いてないんです。ということは効果が違うということは、それおかしいじゃないですか大臣。おかしいでしょう大臣、答弁ください。中谷防衛大臣。はい、まあ、最も違うところは我が国が武力攻撃を受けた場合なのか、それとも我が国が、まあ、深刻な武力攻撃を密接な関係にある他国がですね、国が武力攻撃を受けた場合、これは違います。で前提が違いますし、異なる、評価観点から評価される、まあ、概念でありますが、さっきもお話ししましたが、この国の存立が脅かされ国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚するものでございます。緒方林太郎君。その根幹というところなんですけども、72年見解は外国の武力攻撃によって国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態に対処し、そのために自衛権が認められるというふうに書いてあるわけですよね。ということはそこにどっちを当てはめようとも起こっていることは外国からの国民の生命自由及び幸福の追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態が生じているということですよね。ということは個別的自衛権であろうが集団的自衛権であろうが、それによって起こった結果、そしてその効果影響というのは同等でなきゃおかしいじゃないですか大臣。答弁ください。内閣法制局長官。いや私そんな難しい。委員ご指摘の通りでございまして、はい、昭和47年の政府見解のその丸2の部分で言います、はい、その外国の武力攻撃によって国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫性の事態というものに、まあ、従前はその我が国に対する武力攻撃が発生した場合が当たり、それしかないというふうに返してたわけですけれども、今般はその審査要件のまあ第一要件で書いておりますけれども、まあ、審査要件を満たす場合、まあ、そういう場合もこの事態に当たるんだと、まあ、そういう認識のもとでその審査要件というのを組み立てておりまして、まあ、その状況というものをまあご説明すべく、そのこの我が国の存立が脅かされ国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるというその審査要件の第一要件につきましては、他国に対する武力攻撃が発生し、そのままではすなわちその状況のもと武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかであるというまあご説明をさせていただいております。緒方林太郎君。では大臣答弁間違えておりましたね、訂正をしてください。中谷防衛大臣。先ほどの答弁も国の存立が脅かされ国民の生命自由幸福の追求権利が根底が覆されるという根幹において共通する考え方に立脚するものであると、まあ、いうことでご答弁させていただいております。緒方林太郎君。我が国に生じる損害の度合いは先ほど違いますというふうに言われましたね。
大臣そう言われましたね。大臣間違ってると思いますよ。訂正ください。中谷防衛大臣、まあ、あの同様な深刻な事態と、まあ、いうお問いでございました。いや、大臣な、尾形凛太郎君。大臣答弁訂正された方がいいと思いますよ。大臣の答弁と法制局長官の答弁全然違いますよ。武力攻撃が発生した事態と存立危機事態が起こった時のそれによって起こる効果影響、さらには損害の度合い、そういったものが同等であるでしょうというふうに聞いたときに、大臣はいや違いますと言われました。しかし内閣法制局長官は同様だと、損害の度合い、はい、そう言われましたよ。答弁が違うじゃないですか。大臣と訂正ください。中谷防衛大臣。いやいや、あの私が違うと言ったのは、その直接武力攻撃を受けるか、あの親密な密接な国に対する武力攻撃が受けるか、そういう違いがあると、まあ、言いましたけれども、その一方で、国の存立が脅かされ、国民の生命自由幸福追求の権利が根底から覆されるという根幹においては共通する考え方に立脚をしているというふうに申し上げたものでございます。だって違うんです。これ以上答弁しないでください。え、だってそれはだってどう、チェックしてみないか分からない。そう、止めてください。それでは中谷防衛大臣答弁を願います。はい、申し上げます。はい、はい、しっかりお願いします。はい、あの私はあの委員のご質問を受けたときにですね、その存立事態とは何かということで、それは他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままではすなわちこの状況のもと武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことは明らかな状況であるとお答えをしております。でその上、あの委員がですね、じゃ効果が同等ですかというご質問でございました。でそれについては、あの被害が起こる、またあの明らかな状況である、まあ、これはやはり武力攻撃事態とですね、存立事態というのは、あの被害が起こったということと、また存立事態というのはまだあのそういった発生する被害が及ぶことが明らかな状況というところで、私はあの違うのではないかということでございます。まあ、そこであの同様な深刻な被害が及ぶことは明らかな状況と、同様な深刻なという意味ではあの同じということでございます。尾形凛太郎君。あの少し質問の仕方を変えようと思います。第一要件のところで、我が国に対する武力攻撃が発生したことと、まあ、これまでも個別的自衛権のところでもあの存在をしていた、そういう部分がありますね。これは当然これが起こることは、すいませんね、
我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求、幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態が、当然我が国の武力攻撃が、我が国に対する武力攻撃が生じればそうなるということでいいんですよね、大臣。基本的に我が国に対する武力攻撃が発生したことというのは、このその後の存立危機事態に書かれているその効果と同じ効果が生じるということでいいんですよね、大臣。中谷防衛大臣。はい、我が国に対する武力攻撃が発生しというのは、武力攻撃が発生し着手という意味でございます。尾形凛太郎君。それによって生じる、まあ、影響、効果、まあ、損害の度合いといろいろ言い方あると思いますけれども、我が国に対する武力攻撃が発生したことはやはり同じくこの存立危機事態にある、我が国の存立が脅かされ以降の部分の効果を当然持っていると、基本的にそれは同じなんだということでいいんですよね、大臣。確認であります。いや、もちろん分かってます。だから、いや、けど永谷防衛大臣、いいんですよね。はい、47年見解で、その外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、これは新三要件の1ですね、はい、我が国に対する武力攻撃が発生し、したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることでございます。尾形凛太郎君。後でまた議事録見ながら確認させていただきたいと思いますが、そういった意味での存立危機事態、武力攻撃事態と同様のほぼ同様の効果、影響が生じるような状態であるところの存立危機事態ということですが、武力攻撃が生じたときというのは、とてつもない戦火が日本に生じているわけですよね、うん、で、戦の災いのみならず、おそらく戦の火と書く方の戦火も日本に影響が及んでいるはずであります。武力攻撃が生じた時代ですね。で、それと比べてホルムズ海峡の機雷掃海がそれとほぼ同等の効果を持つと、日本にとてつもない戦火が、戦の災いのみならず、まあ、領海でかもしれないけども、戦の火が生じている、その状態と同等のホルムズ海峡に機雷が敷設されるというのは、どういうことなんですか。多分国民は、ここが想像できないと思っているはずなんです。で、実際にどういう状態になれば、日本に武力攻撃が発生をして、そして実際に戦火が生じている、それと同等の効果が生じるホルムズ海峡の機雷敷設というのはどういうことか。定義の規定を使うことなく、定義の規定で存立が脅かされとか根底から覆されとか、そういうことではなく、ビビッドに大臣説明ください。中谷防衛大臣。どういう状況かというのは、本当にそれぞれのですね、個別的な状況が発生しますので、こういう場合だというのは非常にそれぞれのケースがありますが、一般に、まあ、我が国に戦火、すなわち災いが及ぶ、まあ、蓋然性があるということでありまして、まあ、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生が前提で、まあ、その攻撃によって、武力攻撃によってその影響や被害が我が国を及ぶ、まあ、蓋然性を意味するものでありますが、単に我が国が爆撃の対象となるというような場合に限られるものではございません。尾形凛太郎君。ホルムズ海峡に機雷が敷設されるというのは、先ほども申し上げたとおり、例えば2009年の北朝鮮の核実験、これは周辺事態でない、これよりも少なくともハードルが2つ高いわけですね。ハードルが2つ高い。じゃあそれがどういうものなのかと。で、もっと言うと、武力攻撃自体が日本に生じているときと同等の効果が生じていると、それが何なのかということを国民は想像することが相当に難しいと思います。大臣、
今個別的に答えられないと、個別具体的に答えられないと言いましたけども、この絵姿をはっきりと示してもらえないと、なぜホルムズ海峡の機雷掃海が存立危機事態に当たるのかということを国民に理解されないですよ。いつまでたってもされないですよ。大臣、答弁ください。中谷防衛大臣。はい、武力攻撃事態におきましても、この法律の定義によるもので、ございますが、存立事態におきましても、法律の定義がございますが、やはり具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、それから能力、発生、事態の発生場所、事態の規模、対応、推移などを要素を総合的に考慮して、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断をするということです。で、ホルムズ海峡 の、 ご質問がございましたけれども、これは我が国に対する武力攻撃の発生を前提といたしまして、例えば石油などのエネルギー源の供給が滞ることによって、単なる我が国と密接な関係にある、ありがとうございました。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提として、例えば石油などのエネルギー源の供給が滞ることなどによりまして、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足や電力不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死に関わるような深刻重大な影響が生じるか否かを総合的に評価をして、状況によってはホルムズ海峡での機雷敷設を契機として存立事態に該当する場合もあり得ると、考えております。緒方林太郎君。国民は理解しなかったと思いますよ。しかし午後に質問またありますので、この続きは午後にやらせていただきたいと思います。質問をさせていただきます。ありがとうございました。はい、休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。緒方林太郎君。緒方君。はい、午前中に続きまして、質問させていただきます。午前中も言及いたしましたが、第一要件、今回の審査要件の第一要件、存立危機事態のところについてご質問させていただきます。第一要件のところに、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、これが個別的自衛権の分ですね。で、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃と、これが集団的自衛権の分ですね。で、しかしながらですね、1972年の見解というのは、この2つを分けてないですね。分けてないですね。あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆されるという九白不正の事態というふうに書いてあるだけです。この1972年の見解でこう書いてあるにもかかわらず、法律のところでこういう武力攻撃の事態というのと存立危機事態というものを分けている、その理由は何ですか、大臣。中谷防衛大臣。はい、昭和47年当時は個別的自衛権のみで、ございましたが、今回の閣議決定によりまして、それは個別的自衛権と、また限定された集団的自衛権の一部、これをこの第一要件の中で必要があると判断したからでございます。緒方林太郎君。そうであれば72年見解そのまま書けばいいわけでありまして、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される窮迫の事態が生じたときというふうに第一要件に書けばいいじゃないですか。なぜそれを個別的自衛権分と集団的自衛権分に分ける必要があるんですか。おかしいじゃないですか、大臣。内閣法制局長官。個別的自衛権の前提となります我が国に対する武力攻撃が発生した場合、それは言わずもがな、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという窮迫性の事態に対処する、その場合であるということで、これまでもそこのところは書いてなかったわけでございます。
今回はその他国に対する武力攻撃の発生を契機とする、まあ、武力の行使ということでございますので、単にその国際法上の要件となっています自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことというだけでは大変広すぎるということでございまして、この昭和47年見解の基本論理に適合する範囲に限定するというためにこの度の審査要件におきましては、他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ国民の生命自由及び幸福的の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という形に限定したものでございます。緒方林太郎君、はい、今言わずもがなということでありました。つまり先ほど午前中私質問しました通りですが、武力攻撃自体が武力攻撃が生じたときというのと存立危機事態というのはその最終的な、損害の度合いであるとか影響であるとか効果みたいなものというのはこれはもちろん同じもの、それはそうですよね。1972年の見解がベースにあるわけで、ただそれをなんで最初の我が国の武力攻撃が発生したことの後にそういう事例を続けてないかというと、それは今長官言われた通りです。言わずもがなだからです。で、けどもこれ分ける必要ないわけですよ。今の理屈で言えば外国の武力攻撃によって外国の武力攻撃によって、我が国の存立が脅かされというふうに続けていけばそれで事足りるはずですよね。事足りると思います。あえてこの72年見解ないような個別的自衛権と集団的自衛権を分けるようなその作業というのは本来必要ないはずです。なんで分けてるんでしょうか。大臣、中谷防衛大臣。はい、昭和47年の政府見解によりまして、いわゆる武力行使の三要件というものができました。でその第一要件にですね、我が国に対する、急迫性、武力攻撃ですね、それが発生したと、記述をいたしておりますが、その第一要件が新たに、この我が国と密接な関係にある他国に対する云々、これが加わったからでございます。緒方林太郎君、1972年見解でこういうふうに書いているものをあえて分けて、これ本当は分ける理由本当ないんですよ。外国の武力攻撃によってとしか書いてないわけでして、そしてこれをこれまでは個別的自衛権と解してきたけども若干加わった部分があるというのが今の政府見解ですね。分ける必要ないと。これ分けてること自体が一つの解釈であり、そして一つの何か効果をもたらしているというふうに思うんですけども、なぜ分けてるんですか。大臣、中谷防衛大臣、内閣法制局長官。その個別的自衛権、集団的自衛権というのは国際法上の概念でございます。それで我が国に対する武力攻撃が発生した場合については言わずもがな国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという脅迫性の事態であるという前提な、言わずもがなですので、言わずもがなのことについてあえてさらに限定をするということには意味がございません。なんで最初の要件を分けているかというで、この度のその集団的自衛権につきましては限定されたものであるということで、どのような観点から限定されるかということを書かなきゃいけないということで、このまさにその47年見解の丸2の要件そのものを書き込むということが必要であったということでございます。緒方林太郎君、今の答えてないですよ。外国の武力攻撃によってとしか書いてないものだから、いや72年見解にそのまま従うのであれば第一要件は外国の武力攻撃によってとだけ書けばいいわけであって、で限定する必要があると言われました。しかしその限定はその後の我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるのところで十分限定されているわけですから、だから別に個別分集団的分と分ける必要がないというふうに私思うんですよね。でそれはなぜこういうふうに分ける必要があるんですかと聞いてるんです。大臣、中谷防衛大臣。はい、47年見解によりまして以前の三要件というものを書いておりました。でそれは我が国に対する武力攻撃が発生しとしかなかったわけでございます。でその基本的論理を維持をいたしまして、今回
我が国を取り巻く安全保障環境変化したということで、今後他国に対して発生する武力攻撃であっても、その目的規模対応によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こりうるということがございますので、この我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、しかもそこに条件をつけてですね、限定をしたということで第一要件に新しく加えたから、このような記述をしたわけでございます。緒方林太郎君。外国からの武力攻撃をそういうふうに分けるということですけれども、先ほど長官言わずもがなであり、我が国に対する武力攻撃が発生したことイコールそれは我が国の存立が脅かされ、幸福追求の権利が根底から覆されるというのは言わずもがなだというふうに言われました。しかし分けることによって、午前中の質疑でもなかなか大臣の答弁揺れ動くところがありました。で、実は個別的自衛権におけるところの我が国の存立が脅かされるという事態と、実は存立危機事態のところで脅かされるものが、これが実は分けることによってそのグレードに差をつけようとしているんじゃないかというふうに見えるわけですよ。実は個別的自衛権のところはこれは明らかなわけです。これは武力攻撃が発生したときと、それはそれイコール存立危機事態なわけですよ。存立が脅かされ、そして我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態であるというのは、これは言わずもがななわけです。だけどもそれと実は分けることによって同じ文言を個別的自衛権のところは厳しく返し、これは武力攻撃が生じたときですから、けども実は分けることによってこの存立危機事態の方を打ち出の小槌のようにいかようにも使えるようにしたいというふうに見ることができる。そしてそれの典型例がホルムズ海峡ではないかというふうに聞いてるんです。大臣、そういうふうに思われませんか。中谷防衛大臣。はい、思いません。これは一般原則を書いているわけでございまして、どのような場合に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したときに適用されるのか、その限界を書いているわけでございます。で、やはりそのわざわざ分けたというのは、これまでの3要件にはですね、我が国に対する武力攻撃が発生しということしかなかったわけでございます。しかしながら今後他国に対して発生する武力攻撃であっても、その目的規模対応によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こりうるということでございまして、この基本的論理から導き出したことを記述をしたわけでございます。緒方林太郎君。分けることによって実はその起こる効果が異なってくるんじゃないか。私実はこのホルムズ海峡の例が入ってくることによって、皆さん方が精緻に組み上げられたこの理屈が壊れかかってるんじゃないかというふうに思うわけですよ。我が国に武力攻撃が生じた事態、先ほど言ったように戦火、戦の災いのみならず戦の火がやってくるような、そんな事態と同等の効果が生じる事態がホルムズ海峡に機雷が敷設されたことによって生じるというのは、国民感覚からすると相当なズレがあると思いますよ。そこを実はこのホルムズ海峡のことが入ってくることによって、この存立危機事態というのは実は個別的自衛権の時よりも緩く返して、そしていかようにも使いこなせるようにするためにこの2つに分けたんじゃないかというふうに思えるから私これ聞いてるんです。本来そういうことが起こらないようにするためには、外国の武力攻撃によってということでこの第一要件を2つに分けない方が国民の疑義が生じないし、そしてその適用においても誤解が生じることがないというふうに思うわけでありますが、大臣いかがですか。中谷防衛大臣。はい、存立事態というのはですね、累次ご説明をしている定義、また判断基準でございますが、ホルムズ海峡の例を挙げられましたけれども、これはあくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生、これは前提でありまして、例えば石油などのエネルギー源の供給が滞る、これによって単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足、電力不足、ライフラインの途絶、こういうことが起こることなど、国民生活に死活的な影響、すなわち国民の生死に関わるような
重大深刻な影響が生じるか否かを総合的に判断し、状況によってはホルム海峡で機雷不設などを契機として存立危機事態に該当する場合もあり得ると、まあ、考えておりまして、これは直接我が国が武力攻撃をされるとかそういうことではございません。こういうことで明らかに存立事態というのはこのようなケースの時に考えられるということでございます。緒方林太郎君、今の話を聞いて本当に存立危機事態というのがどう運用されていくのかということについて私は強い疑義を抱きました。やっぱり武力攻撃が生じた事態よりもちょっとグレードが下がる、いやかなり下がるんじゃないかと思う事態でもこれを発動しようとしているんじゃないかと。でこのホルムズ海峡の例が上がってくるからせっかく皆さん方が精緻に組み上げた論理というのが途中であれとそういうふうに思ってる。実は内閣法制局長官経験者の中にもこの存立危機事態のこの定義が本当に適用されるのであればそれはもしかしたらいいのかもしれないけど、ホルムズ海峡の話が出てくるから、だからこの件はやっぱりダメだというふうに言っておられる法制局長官経験者もおられる。大臣、もう一度これ確認であります。この存立危機事態を緩く返して、武力攻撃が生じたときと同等であるときにしか、それぐらいの同様の水準の危害の度合いとか影響とか効果がそういう時が起きている時でなければ、日本に武力攻撃が起きている時でなければ絶対にやらないということを大臣答弁ください。中谷防衛大臣、はい、申し上げますが個別的自衛権、これが発動されるのは我が国に対する武力攻撃、これが発生した場合ですね。聞いてないです。で憲法上ですね、集団的自衛権にあたる、武力の行使が許されるのは第一要件にいう、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合であります。すなわち我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したのみでは足りずにですね、これに加えて、我が国が存立が脅かされる、まあ、こういった事態、明白な危険がある場合でありまして、まあ、このように両者は要件の内容そのものが異なっているので両者を比較してどちらが緩いかというようなことを言うことはできません。いずれにしましても新三要件の下で、個別的自衛権の場合も集団的自衛権の場合も十分かつ限定された厳格な要件で武力の行使が許容されるということになっております。緒方林太郎君、大臣、また午前中の質問に戻っているような気がするんですけれども、今言った大臣の存立危機事態の説明というのは、それは他国に、我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃が生じたことによって、その日本に生じる効果、影響、危害の度合いというのは、日本に武力攻撃が発生したときと同様だというふうに理解していいんですよね。それぐらいのことが起きない限りはこの存立危機事態は発動しないということでいいんですよね。大臣、これ確認であります。中谷防衛大臣、はい、存立危機事態の、判断基準といたしまして、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、攻撃国の意思とか能力、事態の発生場所、事態の規模、対応、推移などを総合的に要素を判断考慮し、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる、犠牲の深刻性、重大性などから客観的合理的に判断をするということで、ございます。で、従いまして、存立危機事態というのは我が国に対する武力攻撃がまだ発生してないと、しかしながら密接な国に対する武力攻撃が発生したというところで前提と視点が異なっておりますので、そういう判断をするわけでございます。緒方林太郎君、その存立危機事態が日本に及ぼす危害の度合いとか影響とかそういうものがありますよね。それは当然にして日本に武力攻撃が生じた発生した事態とによって生じる危害の度合いとか
影響とかそういったものと同様ですよねと、さっき長官言わずもがなって言いましたよ。大臣、それ確認してくださいと言ってるんです。もう一度。中谷防衛大臣。はい、そのままではすなわちその状況のもと武力を用いた対処をしなければ国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということを申し上げます。尾形凛太郎君。えらくここまで来るまでちょっと時間がかかりましたが、しかしながらですね、大臣、私思うにそこまで言っておきながらホルムズ海峡の例が上がってくるというのは私は国民からしても非常に違和感を持っていると思います。で、私はこのホルムズ海峡の例というのは存立危機事態を説明する例として国民の皆様の理解を得るのに必ずしも適切な例ではないというふうに思うんです。必ずしも適切じゃないと思う。大臣のご見解を伺いたいと思います。中谷防衛大臣。非常に安全保障環境というのは変わったということを申し上げましたけれども、そもそも法律を規定するということにつきましては、その国民の命や幸せな暮らしを守り抜くためのあらゆる事態、これを想定して切れ目のない備えを行うということで今回法律を制定したわけでございます。で、安全保障に関してはこの危機が起こるというのを待っていたは遅いわけでございますので、国民の命と幸福な暮らしを守り抜くために今回の法整備を通じて切れ目のない備えを作っていくということが必要だと考えたわけでございます。尾形凛太郎君。私は今聞いたのはこの例は存立危機事態を国民の皆様に説明するに際して適切な例ではないと思うけども、大臣どう思いますかと聞いてるんです。中谷防衛大臣。いや、累次に説明を申し上げているとおりですね、その石油の輸入が滞ってですね、国民生活に影響を及ぼし、また死活的な状況になるという事態、これを定義をしまして、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利、これが根底から覆されるという事態でございますので、このような事態ということを説明をしているわけでございます。尾形凛太郎君。では、存立危機事態を説明するのに、このホルムズ海峡の例は適切な例だというふうに思いますか。中谷防衛大臣。これは総理が想定をしていると、いうことを申し上げておりますので、総理が言及されたように例示だということでございます。尾形凛太郎君。適切だと思いますか。もう一回。中谷防衛大臣。この存立事態の定義から私はこの事例というのは適切だと思っております。尾形凛太郎君。ここで公明党の遠山理事が、メディアに対して発言したものがございます。ザ・ページという雑誌でありましたが、私公明党の遠山理事が言っていることものすごく正しいと思います。で、ホルムズ海峡の例というのは起こる可能性がゼロとは言えませんが、極めて可能性が低い事態なので、この存立危機事態を説明する例としては国民の皆様の理解を得るのにあまり適切だとは思っていないというふうに言っておられます。で、これ私この間日曜討論を見ておりましても、高村正彦さんと、北川副代表出ておられて、高村さん何て言っておられたかというと、法律の解釈についてはバチッと一致していると、連立与党間でピタッと一致しているんだと。しかしそれが個別の具体例でどう適用されるかについては若干の違いがあると。まさに今大臣はこれを存立危機事態を説明するのに適切な例としてホルムズ海峡の例を言われました。しかし連立与党のもう一つの公明党は実はそう思ってない可能性が非常に高いわけですよね。閣内不一致じゃないですか。大臣、もう一回答弁ください。中谷防衛大臣、静粛に願います。はい、事実、石油の、8割近くがですね、この中東からやってきております。で、私も先だって
海運会社の方にお話をしたときにですね、まさにこのホルムズ海峡というのは日本にとって大変重要なところでありまして、ここで輸入が滞ることによりまして日本には大変な大きな被害が生じるでしょうと言われておりました。私もやはりこういった事態を想定をしてですね、政府として対処しておく、これ事態が発生したときに法律がないから対処できないということでは我が国の存立に関わるわけでございますので、まあ、いかなる事態が発生しても国民がですね、そういう意味でその存立の危機に至らないようにしておくということは私は必要なことだと思います。緒方林太郎君。私は比較的この公明党の見解というのは非常にリーズナブルにできていると私は本当に思います。で、公明新聞についてもよく読ませていただきました。今遠山理事が言われたことと大体同じことがずっと書いてあります。ホルムズ海峡の例については基本的にこの存立危機事態を説明するのにあまり適当な例ではないと、適切ではないと、こういうことが問題なんじゃないですか。で、実際に法的な解釈がビタッと一致してても、法的な解釈がビタッと一致してても、それを適用する具体的な事例が違えば、もしかしたらこの法律が通った後に、明日にも明後日にも事例が生じるかもしれない。その時に閣内で意見が違うということになった時、問題じゃないですか。大臣、閣内不一致ですよ。もう一回答弁ください。中谷防衛大臣。そういうことではございません。やはりそのあらゆる事態にですね、対応しておくということは必要なわけでございまして、ホルムズ海峡につきましては総理といたしまして、例示想定しうる例として挙げたわけでございます。で、このほかの事態もですね、例を挙げると次のようなものが考えられます。まあ、例えば我が国近隣において我が国と密接な関係にある他国、例えば米国に対する武力攻撃が発生した、その時点ではまだ我が国に対する武力攻撃が発生したとは認定されないものの、攻撃国は我が国をも射程に捉える相当数の弾道ミサイルを保有しており、その言動から我が国に対する武力攻撃の発生が差し迫っている状況、他国の弾道ミサイル攻撃から我が国を守り、これに反撃する能力を持つ同盟国である米国の艦艇への武力攻撃を早急に止めずに我が国に対する武力攻撃の発生を待って対処するのでは、弾道ミサイルによる第一撃によって取り返しのつかない甚大な被害を被ることになるのは明らかな危険があるといった場合も考えられまして、まあ、こういった事例等もございますけれども、まあ、私が申し上げたいのは、やっぱりあらゆる事態にですね、国家が存立の危機を招かないように対処できるように、それは法律を作ってしっかりきちんと整備しておかないと、非常に国の安全、また国民の暮らしというものは保たれないということでございます。緒方林太郎君。ホルムズ海峡の話をしたら、全然違うところで最後はぐらかし答弁で終わりました。大臣、本当に不謹慎ですよ。こういう答弁絶対ダメですよ。またこの件質問させていただきますので、私の質問はここで終えさせていただきます。ありがとうございました。